バロック文学はヨーロッパでの大きな芸術運動であったバロックに属する文学の潮流である。バロックの主題であったバニタス。バルトロマエウスブロインの油絵バロック運動は16世紀末に出現し17世紀中央頃に終結した。フランスにおいてはバロック文学は1580年のピエールド・ロンサールの死から1643年のルイ14世の 知世の始まり頃までの時期にあたる。ドイツでは1600年から1720年までがバロック文学期とされる。当初から対抗宗教改革と結びついたものであったが、バロック文学運動はより広い範囲に影響を及ぼした。一方では、アグリッパド・オビニエのようなプロテスタント作家、他方では、オノレ・デュルフェやピエール・コルネイユのようなカトリック作家がおり、 またジャンド・スポンドやテオ・フィルド・ビオーのような転校した作家もいた。スペインでは、ペドロ・カルデロンで選ばるかや、ロペ・デ・ベガ、ドイツでは、アンドレアス・グリューフィウスやマルティン・オーピッツ、イタリアでは、ジャン・バッティスタ・マリーのラが代表的である。イギリスでは、ウィリアム・シェイクスピアの作品の一部に主題と形式の双方で、その影響が見出されうる。 バロック様式は当時は高く評価されていたが、再発見がなされたのは美術においては、第二次世界大戦の終わり頃、文学においては、エウヘニオドルスのバロックについてが刊行された1930年代になってからであり、それからは1950年代のジャン・ルーセのものなど、多くの文学史やの仕事が出現した。バロックは危機の時代に出現し、 アメリカ大陸のような大きな発見やラシン新ンのような技術の進歩によって変容し地球が宇宙の中心ではないと証明したニコラウス・コペルニクスとガリレオ・ガリレーのような科学研究の帰結によって大きく揺さぶられた時代に座を占めたこの運動は古典主義と対立するものであったディオニューソス的な発露とアポロー,オーン的な動きとの対比とも捉えられるアルチンボルド ウェルトゥムヌスに扮するルドルフに世この文学潮流には、いくつかの共通項が見出される。反対のものの根拠、創造世界の展開、感情と感覚の表明、細部、色彩、形、香りの豊穣さなどである。詩は、バロック作品に繰り返し現れる主題であり、頭皮や無限境といった領域と密接に結びついていた。 バロックの美学は記述の豊穣さと角の装飾が特徴となっており、とりわけ緻密な習字と陰誘のような文才の装飾に支配されていた。演劇と小説ではしばしば仮面をつけた移り木で謎めいた人物たちが登場した。不確かさ、幻影、好物の像、変身、仮想や変装、夢や無双、眠り、鏡、分身、人体、 事物の虚しさといった主題が繰り返された。装飾が最も重要な位置を占め、策略的な性質の虚構への回帰もしばしば見られた。バロックの作品は演劇、小説ともに、門中門の方法を整った形で用い、見せかけの演技をしばしば主題としていた。実際、それらは、上辺と儚さの小さな演劇を実現しようとしており、そこには、 信仰だけが時として癒すことのできる死への恐怖が現れていた。バロックの作家は実際には教育的であろうと望んでおり、その時代の科学技術の進歩の促進と暴力と偽りの世界に対する拒絶との間で引き裂かれていた。死ではソネットやピンダロス風及びアナクレオン風の昇化が発達し、トリスタン・デルミット、マルカントワーヌ、ジラールド・サンタマン、 テオフィルド美容などに見られるように、競技や社会原理を拒否する自由思想家として捉えられ、そのリベルタン精神によって際立つ、極めてユニークな詩人たちが現れた。こうした詩人たちの中には、ポール・スカロンの流儀で、ビュルレスクと呼ばれる分野で知られるものもあった。これは、不尊なパロディ的演目であり、主要な文学モデルや古代神話の人物たちを、笑いのにし、下作。 ウェルギリウスで特に顕著なようにあまり名誉にならない姿に演出されるのが普通であった。こうした価値破壊的な表現はローマのドムスアウレアで発見されグロテスク芸術の発祥となったと考えられている変形した奇形、雑種の像から着想されたものでもあった。ヨーロッパにおいて美学的な領域で二つの詩的なモデルが見出される。ルイス・デゴンゴラに代表される。 溢れ出るような公文法、用いる言葉の極端な気取り、習字技法や意味深なイメージの過剰な仕様といった特徴を持つものと、より総合的で簡潔で凝縮された文体を奨励するものとである。しかしながら、スタイルの探求、言語的な革新、形式や言葉の意味との戯れにおいてこの両者は、再び結びつく。イギリスでは、 ジョン・ダンがこれらの考え方と張り合う概念を発展させた。死後の使用において感情よりも知性の方を向いた、より強い厳格さとある種の純粋さを強く進める、刑事上司である。ありがとうございます。